ユスフサードカメルは、バーレンの陸上競技選手、専門は800メートルと1500メートルを主とする中距離走。世界陸上競技選手権ベルリン大会男子1500メートル優勝者。ケニアリフトバレーシューナ6に生まれ、グレゴリー・コンチェラーと名付けられた。父は、世界陸上競技選手権大会男子800メートルを2度、制したビリー・コンチェラーである。ケニアで、 競技生活を送った後、2003年に、バーレーンへ国籍変更し、なお、ユスフサードカメルへと改めた。ペーススポーツマネジメントに属して練習を行い、リッキー・シムスの指導を受けていた。2008年北京オリンピック男子800メートルでは1分44秒95の記録で5位入賞の成績を残した。その後の2009年、カメルは、 バーレーン陸連による給料及びボーナスの不払いに抗議し、ケニアに復帰しようと考えた。しかし、カメルのケニア旅券は、バーレーン当局が保持していたために、あらゆる大会に出場することができず、カメルはケニア陸連に、バーレーン陸連との交渉を求めた。背景には、ケニア陸連側の事情も絡んでいた。若手の有望な選手が、ケニア国内の過酷な競争を避け、 国際大会の代表枠が得やすいバーレーニやカタールなど中東のアジア諸国へ流出し続けており、これを阻止しようとするケニア陸連側の立場があった。実際にバーレーンの市民権を取得した何人かのケニア人ランナーはバーレーンを離れて母国に戻り、大会に出場している。バーレーン陸連の同意が得られないままカメルをケニアに、 返した場合は IAAF から3年間主確定し処分を受けるため、ケニア陸連はこの問題について交渉を続けたが進展が滞り、最中の2009年7月カメルはアスレティシマにバーレーン陸連所属のまま出場。これが影響を及ぼしカメルはケニアに復帰することができなかった。2009年8月、カメルはバーレーン代表として 世界陸上競技選手権ベルリン大会に出場し1500メートルで優勝800メートルでは3位に入る活躍を残した2009年世界陸上競技選手権大会1500メートル優勝時グレゴリー・コンチェラーに関するカテゴリーありがとうございます